主人公は住み込みで恋の湯という銭湯で働く吸血鬼森蘭丸。軽く蘭丸の紹介をしておくと、年齢は450歳。もともと森は人間で織田信長に仕える一人の人間だったのですが、ある日吸血鬼に襲われ吸血鬼になってしまった。その後森は偽名を使って古今東西様々な偉人の下で働いてきたんです。新選組鬼の副長土方歳三、日本開国の立役者坂本龍馬、人間失格でおなじみの太宰治、そうそうたるメンツです。時に森は天草四郎と名乗り島原の乱を扇動したこともありました。仕えた主君の血をすすり命を奪うのが森の流儀で、主君は全員森によって始末されてきました。今は本名である森蘭丸を名乗り人間生活に溶け込んでいます。ただ吸血鬼なので人間の血を吸わないと森は生きていけない。でも普通の人の血を吸ったら人間社会の迷惑になる。なので夜な夜な森は街に出かけて犯罪者の血をすする生活をしているんだ。そんな森は約10年前、ヴァンパイアハンターとの戦闘でダメージを受けボロボロの状態で街をさまよっていた。そんな時に助けてくれたのが恋の湯4代目の盾典人。出会った当初、イヒトは5歳の子供でしたが、今は15歳の青年にまで成長しています。イヒトは今年の4月から高校へ通います。10年にもわたって森が恋の湯で働く理由はリヒトにあるんすよ。人間にも食の好みがあるように吸血鬼にも食の好みがある。子供の血とか女性の血とかいう吸血鬼もいるけど、森の好みは18歳 DT。 皮膚に牙を通した時の弾力、ウブな反応、血の匂いも味も全てが好み。早い話が森は変態なんですよ。自分好みの最高の食料を自分で育て上げるために森は恋の湯で働きリヒトを見守っているんです。森曰く、リヒトは魂が美しい。髪を染めたりピアスをするだけで魂は汚れ、血の味が落ちる。もちろん DT を卒業すれば血の味はぐっと下がる。森の評価によるとリヒトは100年に一度の出来栄え。ある日そんな森に大事件が起こった。高校入学初日、寝坊をしたリヒトはパンを加えて学校にダッシュしていたら、曲がり角で女性とぶつかりました。女性の名は篠塚葵。篠塚もリヒトと同じく今年の4月から高校に入学する生徒で、偶然にも2人は学校で同じクラスになります。そしてこの出会いをきっかけにリヒトは恋に落ちた。15歳という多感な思春期、そして新生活が始まる時期、好きな人ができるにはもってこいの環境です。ついに恐れていた時が来てしまった。リヒトの恋を知った森が取る行動は一つ、恋愛の邪魔をして DT 消失の阻止。もうこれしかない。森はリヒトの恋愛相談に乗るふりをして、あまたの妨害工作を仕掛けてきます。例えば両親の前で恋愛事情を暴露するとか、ありえない恋愛の攻め方を教えるとか、450年の英知をフル活用して恋路を邪魔する。極めつけは篠塚の家に行き敵情視察を行います。その時に森は篠塚にいろいろ質問をするんですよ。恋をしているか、リヒトのことをどう思ってる、学校で2人はどんな感じ。森の必要なヒアリングの結果、篠塚はリヒトを良い友達とは思ってるものの、恋愛対象とは見ていなく、あくまでも恋に落ちていたのはリヒトだけということが判明した。 DT の喪失は防ぎたいものの、リヒトを男性として見ていないことが親目線として許せなく、売り言葉に買い言葉で、青春は短い恋せよを止め、この言葉を森は篠塚に言ってしまった。この言葉をきっかけに篠塚はリヒトを男性として見るのかと思いきや、森を男性として良いなって思うようになるんですよ。まさかの副産物、女性として篠塚を良いなと思ってるリヒト、男性として森を良いなと思ってる篠塚、食料としてリヒトを良いなと思ってる森、このような複雑で奇妙な三角関係が出来上がりました。ババンババンバンバンパイアは、この奇妙な三角関係をストーリーの主軸として描きながら、ギャグを盛り込んだコメディ漫画です。本作のギャグには数多のオマージュを詰め込んでいるという特徴があります。梅津和夫風の作画、カイジやガラスの仮面や明日のジョーなどのパロディ、ドリフターズのキャラ変なおじさん、山崎まさよしのワンモアタイムワンモアチャンスなど、多種多様なオマージュが出てきます。ウィキによると、男のクソバカなノリを凝縮してる感じ、言いたいことはわかる、ストーリーだけじゃなくギャグというところにも本作の面白さはありますね。ストーリーの紹介は以上となります。この動画後半では本作の魅力を3点ピックアップして紹介しますので、しばしお付き合いをお願いします。まず一つ目の魅力、人間関係。本作の人間関係はぐちゃぐちゃですよ。森もそうなんだけど、登場するキャラが読者の期待を超えてくる人間性を秘めていて、その結果人物相関図がめちゃくちゃになるんですよね。例えば10年前に森をあと一歩のところまで追い詰めたヴァンパイアハンターの坂本という男が登場します。坂本は坂本龍馬の末裔であり、リヒトたちが通う高校の教師なんですよ。祖先の恨みもあって森をずっと追っていたと思ったのですが、それは違った。実は坂本は森に吸血して欲しくて追っていたんです。最初はヴァンパイアハンターとして森の命を坂本は狙っていた。だけど森の吸血シーンを見ていこう、坂本は吸血という行為を美しいと認識するようになるんだ。自分もいつか森に吸血されたいと思うようになって、この10年間ずっと森を追っていた。もちろん10年前から坂本は森に美味しく血を吸ってもらうために DT を守りきっております。ここまで来るともはや愛というよりも宗教という言葉がぴったり合いますね。坂本以外にも高校でリヒトをいじめる不良グループのボスフランケン、ギャル軍団である G4 のリーダー山バカを
オルなど様々なキャラが多数出てくるのですが、どのキャラの人物設定も読者の想定を超えてきます。その結果人間関係がぐちゃぐちゃになって面白くなる。これが本作の魅力ですね。次に2点目の魅力、森蘭丸の表情。作者である奥島博正先生の画力が高いってことなんでしょうけど、森の表情が豊かで面白いんですよ。例えば最新ガジェットを詰め込んだ自分の部屋を自慢するときは非常ににこやかなこんな表情、嬉しそう。犯罪者の血をすすり命を奪うときは眉間にシワを寄せた鬼気迫る表情、少し怖いですね。ちょっと悪巧みを考えているときは口角を上げにやりとした表情、悪人面です。このように森は人間味あふれた表情を見せてくれます。なので本作を読んでいるときは次どんな表情を見せてくれるのかっていうワクワクがありました。表情豊かな森が見せる他作品のパロディとか渾身のギャグなんかは笑えましたよ。個人的なイメージですけど、吸血鬼って冷徹で表情が硬いイメージがあったんですよ。でも本作ではそんなことは全くなくて、むしろリヒトたち人間の方が人間味が薄いし表情が硬い、吸血鬼の方が人間味があるってどういうことやねん。既存の固定概念を覆す表情のギャップも本作の魅力の一つです。少し話がそれるのですが、本作の通称はタイトルのババンババンバンバンパイアを略してババババと言います。最後3点目の魅力、メディア展開。ババンババンバンバンパイアはすでにアニメ化と実写映画化が決まっております。まさかですよね。メディア展開のことはこの動画作り始めるまで僕は知りませんでした。広告ページによると本作のジャンルは BL と書いてブラッディーラブコメというらしいです。新鮮ですね。テレビアニメは2025年1月よりテレビ朝日系列イマニメーション枠で放送予定、ブルーロック2期の次のクールから放送されます。また実写映画は2025年に全国公開予定となっております。本作の連載は2021年10月から別冊少年チャンピオンという漫画誌で始まったので2024年8月現在でまだ連載3年も経ってない。これだけのスピード感でアニメ化や実写映画化が連続で決まるのはかなり珍しいことだと思います。それほど本作は注目されていて面白いということなんですよ。僕は知りませんでしたけど、アニメは浪川大輔が森蘭丸の CV に抜擢されるなど声優を含むキャスト陣が一部公表されています。でもまだ映画のキャストは発表されておりません。主役は誰になるか今から楽しみではあります。個人的には俳優としても活躍している宮野守とか栗原類あたりがハマるのかなと思いますね。スターとエンターテイメントの若手もありかも。どこまで忠実に原作を再現するのか分かりませんが、どうせやるなら突き抜けた映画にしてほしいです。思いっきり腹抱えて笑いたい。次に重要情報を言います。今回紹介したババンババンバンバンパイアは秋田書店が運営するチャンピオンクロスで途中までは完全無料で読めます。概要欄にリンク貼っておきますので、興味のある人はチャンピオンクロスから読んでみてはどうでしょうか。それでは。